国3000年の歴史の中で秘宝天使の涙を手に入れんとする源流剣の前に完全と立ちはだかる青龍剣士セーラ、四天王三鬼神と次々と襲う源流の刺客と血で血を洗う死闘を繰り広げてきた。ワンからセーラを救った老師は命を落とし、レイチは母を殺した実の父親ワンに牙を剥いて挑む。そしてついに全ての謎の鍵を握るセーラの母が記憶を取り戻した。だがセーラはワンに捕らえられてしまう。天使の涙をめぐる世紀末決戦、最強にして最後の敵が姿を現す。青龍伝説、全ての謎が今明かされる。救急車呼んでくるからな。セーラ、ごめんなさい。やっと思い出した。母さん、12年前あなたを探し続けていた時、源流剣に捕まって水晶の在りかを家と責められ続けたの。でもワンの手に水晶が渡れば全てが残酷なことになってしまう。だから私は必死で隠し通したの。でもある日突然何かに打たれたような衝撃を受けて、私は何もわからなくなった。誰かに記憶を封印されたのだと思う。一体誰が？わからない。でも私が持っていたお守りの中の竜の墨絵、あれさえ守ればまだワンの野望は防げるという。どういうこと？天使の涙の隠し場所があの中に記されてるの。水晶はその場所に持っていかなければ本当の力を発揮しない。そのことは私しか知らない。だからそのことさえワンに知られなければ。セーラ、母さん、ごめんなさい。セーラ、本当にごめんなさい。14年前あなたの双子の妹アイラを源流剣に殺されて、このままじゃあなたも殺されるに違いないと思った時、私はあなたを助ける道が他になかったの。だから私たちを守ってくれていた佐伯さんを信じて、必ず助けてくれると思ってあなたを他人そこへ突き落とすしかなかった。分かった、分かったからもういい。あなたを他人そこへ突き落とした時、私は何度も死のうと思った。あなたの母さんって最後の叫び声が胸に刺さって消えなかった。でもあなたはきっと生きてる、立派に成長してくれてるって、そう信じて生きていた。生きてさえいればいつか必ずあなたに会える。
あなたを守ってあげることができるって。セーラー、母さんは最後に少しでもあなたの役に立てて嬉しいの。なんだかやっと母親になれた気がする。セーラー、それにね、何かあったらきっと父さんが助けに来てくれるから。私の父さんまだ生きてるの？わからない。でも父さんが亡くなるところを見た人は誰もいなかった。伝説の青龍戦士はまだ生きてる。水晶を返せ。そして天使の涙から手を引け。私がそんな要求を飲めるとでも思っているのか。レイジ、お前も早く目を覚ませ。一人殺せば人殺しだ、一万人殺せば雄だ。あんたは俺にそう言った。冗談じゃない。あんたは雄なんかじゃない。人間の皮かぶったケダモノだ。お前の体の中にも同じケダモノの血が流れている。ただ俺自身で断ち切ってやるんだ。親を殺しても血を断ち切ることができない。お前の体の中には私の血が延々と流れ続けているのだ。だったら俺はあんたと差し違えて死んでやる。全てだ。力ある者だけが己の欲望を満たすことができる。私に服従を誓い、私の愛の中で生きろ、レイジ。誰が貴様に服従するか。ならばここで死ね。確かに母さんはこの中に天使の涙の隠し場所が記されてるって言ったんだ。ちょっと貸して。これ炙り出しか何かかな。源流拳。セーラ、おとなしくその炭をこっちに渡してもらおう。だっ、先輩。セーラ、その炭をこっちに渡すんだ。どうしたんだ。俺は源流拳の継承者として生きていく。本気でそう思ってんのか。やれ。アピールさん、逃げて。あんたには失望したよ。逃げるんだ。先輩、大丈夫ですか？最近すまなかったな。足手まといになって。
そんなことない。私先輩には感謝してます。力になってもらって。最近倒されることは真の敗北じゃない。真の敗北っていうのは心が折れることだ。セイラ出てこい。ハエミのやつ最近セイラ、スミエをこっちに渡して自由になれよ。源流剣は私の16年を殺した。ここで戦いを諦めたら今までと一緒だ。あんな孤独と屈辱はもう二度とごめんだ。これ以上何を言っても無駄なようだな。誰も手を出すな。スミエを霊一に渡して。そうすれば命だけでも助けてもらえるわ。あいつらがそんな条件飲むわけない。待って、私も一緒に連れてって。私今でも早見先輩のことが好き。でも私たちを裏切ったことが許せないの。あんた連れてったら足手まといになるだけだ。行く。邪魔だっつってんのが分かんないのかよ。沙織、セイラはこれ以上私たち仲間を傷つけたくないんだよ。母を殺し大切な仲間たちを傷つけた源流剣、奴らに生きる資格はない。たとえ悪魔と罵られようと、私は奴らを地獄に突き落とす。その顔は素直にあのスミエを渡そうって顔じゃない。邪魔する奴は一人残らずぶっ潰す。取り戻しに来た。レイチ、お前の手で引導を渡してやれ。セイラ、なぜ俺の言うことを聞かない。私には戦う道しか残されてないんだ。結局俺たちは戦う運命にあるってことか。レイジ、貴様の猿芝居は見飽きたわ。お前はセイラを助けようとして私に魂を売り渡すふりをしたな。力に貸し付くこと、それは安らぎだ。安らぎを与えること、
それは私の愛だ。エイジ、まだ私の愛がわからぬか。血の絆で結ばれているのはもはや私一人しかいないのだ。力で人の自由は奪えても魂までは奪えない。欲望も野望もない腰抜けめ、悪あがきは美しくない。死ね。お前それでも人間か。私が愛する息子ゆえ私の力で殺せ。これが私の力だ。力だ。私の愛になぜ貸し付か。私は己の欲望を満たすためには親であろうが息子であろうが歯向かう者は全て殺す。狂ってる。お前は狂ってる。死ね、源流。悪魔。ジジ、邪魔をするな。源流の汚い血は俺の手で断ち切ってやる。ジジ、そこへ。お前だけは許さない。私の血が。さあ、懺悔の時間だ。ワン、お前、体が。私の体は病に蝕まれていた。だからこそこの手の中に全てを収めようと願っていたんだ。セーラ、お前はまだ源流剣の真の恐ろしさを知らん。天使の涙もそうだ。迂闊に封印を解くと恐ろしいことが起こるぞ。お前は天使の涙の秘密を知ってるのか。あの伝説の青龍戦士がそれを目当てに現れてくるかもしれんな。父さんの消息を知ってるのか。ジレイジ、レイジ、レイジ。誰だ。これでやっと水晶が揃った。天使の涙、一体どんな秘密が隠されてるんだ。レイジ、先輩大丈夫よね。レイチはこの程度の傷じゃくたばらないよ。神様お願い、早見先輩の怪我を早く治して。皆さん、患者さんの負担になりますからお引き取りください。
しいな。これが問題の水晶か。これは竜神の池に水晶の光あふれ、相当の竜が揃いしとき、天地共鳴し、天使の涙現れん。竜神外見、学園の地下室だ。セーラー、美咲、速水先輩が大変。速水先輩、しっかりしてね、しっかりして。ねえ、あんたレイジの病室で誰か見なかった？セーラン、あなたさっき速水先輩の病室にいたでしょ。そんなはずないわ。セーラはずっと私と一緒だったんだ。でも私出ていくのを見たのよ。あなた帽子かぶってたでしょ。帽子？お前はまだ源流剣の真の恐ろしさを知らん。源流剣にはワンの他にまだ誰かがいるのか。まだ戦いは終わっていない。敵はまだ残ってる。でもそれは誰なんだ。伝説のあの青龍戦士が本当の敵なのか。私の父さんがこの学園の地下室にいるんだ。水晶が揃ったのになぜ開かないんだ。あの墨絵には竜神外見に水晶の光あふれ、相当の竜が揃いしときと書いてあったけど、この相当の竜のことじゃないのか。ようやく天使の涙にたどり着いたな。じいさん。なんだその顔は。幽霊が化けて出たとでも思ったか。出たなんて。あの程度の攻撃でくたばるわしではない。何のためにそんな芝居を。もちろんそこにある天使の涙をいただくためだ。天使の涙には一体どんな力が隠されてるんだ。天使の涙とは不老不死の秘薬。それを飲んだ者は永遠の命と絶大な力を手にすることができる。永遠の命。余命短かったワンが天使の涙に執着したのはそのためだ。悲願達成まであともう一歩というところで哀れな男よのう。セーラ、教えてやろう。確かに伝説の青龍戦士はお前の父だ。だがお前の父はすでにある方に殺されている。ある方。それが本当の黒幕なのか。わしはその方に最後の指示を受けた。お前を殺せとな。セラ、お前に地獄の苦しみというものを教えてやる。まずはその一方の腕をもぎ、そしてもう一方の腕をいただく。
命に翻弄された哀れな娘よ、まずはその右腕からいただいてやる。たとえ悪魔と呼ばれても敵は地獄へ突き落とす。わしは負けるわけにいかんのだ。飛龍拳聖義風神将。約束が違います。アイラってまさかあんた。セーラ、私はあんたの双子の妹アイラよ。私の双子の妹。驚いた？そうよね、母さんから私は15年前に死んだって聞かされてたんだものね。私は殺されてなかったのよ。万が一の切り札にって、万に閉じ込められてたの。薄暗い地下牢での長い生活に私の体は変化して、爆発的な潜在能力を発揮できるようになったの。万は触れてはならない私の力を目覚めさせてしまったの。そして誰も叶わない力を持った私を、ワンは神のように崇めるようになったの。ロウキ、あんたの役目はもう終わったわ。目障りだからさっさと消えて。わしの娘を、レーナを返していただきたい。ああ、あの子ならもうとっくに殺してしまったわ。なんと、人を欺くことに必死になるあまり、自分が欺かれてることに気づかなかったなんて、皮肉な話よね。これは一体どういうことだ？そこの死に損ないに聞いたら？やはり娘は殺されていたのか。じいさん。セーラ、すまなかった。わしは娘のレーナを助け出すため、あの女の言いなりになるしかなかった。5年前、我ら和道剣は源流剣に滅ぼされ、唯一生き残ったわしと娘のレーナは逃亡生活を余儀なくされた。源流剣に発見されて、ワンに殺されそうになったところ、源流剣の影の総統になっていたこのアイラに助けられた。そしてわしは娘を人質に取られ、アイラに忠誠を誓わされた。じゃあ源流剣の本当の支配者は？お前の妹アイラだったんだ。アイラは命令通りに動けば娘を解放してくれると約束した。わしはその約束に一抹の希望をかけるしかなかった。
お前の母のようにな。じいさん、しっかりしろよ。セーラ、頼む。娘の仇を。じいさん、やつの目を見るな。あの目は相手を死の淵に誘い込む目だ。この杖を使え。これを素早く振る光でアイラの目をくらませれば正気は生まれる。セーラ、千年の昔、奇跡の青龍戦士が源流剣の野望を打ち砕き、天使の涙を守った。その青龍伝説を引き継ぐのはお前だ。アイラー。じいさん、じいさん。バカな男。娘が死んでるとも知らずに走り回って、けなげな親心っていうのよね。アイラ、なぜだ、なぜこんなひどいことをするんだ。成長期に異常な力を発揮するようになってから、私の内臓は一気に老化していってね、私が永遠の若さと力を維持するにはどうしても天使の涙が必要なのよ。私は母さんに天使の涙を手に入れる方法を聞き出してから、その記憶を封印した。ひどい。母さんはあんたを死なせてしまったと思って、その罪悪感に苦しみながら死んでいったんだ。傑作ね。私が生きてるとも知らずに苦しみ続けてたなんて。しかも奇跡的に封印が解けたと思ったら、あんなバカな死に方しちゃって、哀れな一生よね。母さんを侮辱するのはよせ。母さんに対する仕打ちを指示してたのもお前だったんだ。私はただ欲望の種をまいただけ。育てたのはあいつら自身よ。見てて楽しかったわ。みんなが右往左往する様子が。人が傷つけ合い命を失うことがそんなに楽しいのかよ。うん、死んだ父さんも同じことを私に言ったわ。え、父さんも私と同じように源流家に監禁されてたの。私が助けてやったんだけど、あんまりごちゃごちゃうるさいから殺しちゃった。父さん、ひどい。まさか病院で霊一を殺そうとしたのは。もちろん私よ。源流家の血を引くやつなんてみんな死ねばいいのよ。アイラ、あんたには源流家の血は流れてないんだ。だから関係ないわ、そんなこと。私は選ばれた人間なのよ。私は自分の欲望のままに生きる、それだけの力を持った人間なの。ふざけるな。お前の醜い欲望のためにどれだけの人が血を流したか。たとえ妹でもお前だけは絶対に許さない。私の血が。それを待ってたのよ。最後の幕は私が引いてあげる。驚くことはないでしょ。私たちは双子なんだから。セーラ、双頭の竜というのは双子である私とあなたを意味してたのよ。教えてあげる、天使の涙の謎を。
れが天使の涙よ。青龍剣の伝説に世紀末に必ず双子が誕生するという話がある。でも受け継ぐ宝は二つに分けることができない。だから必ず争いが起こる。双子には善と悪の心が芽生えるけど、勝つのは悪と決まっているの。セーラ、天使の涙は私がいただくわ。誰がお前なんかに。正しき聖竜の名にかけてお前の野望は打ち砕く。気を吸い込まれてしまう。奴の目を見るな。セーラ、何ぼんやりしてるの？あなたは私に勝てない。天使の涙は私がいただく。あなたはもう用なしよ。まだ終わっちゃいない。死ね。人がいる。守るべき愛がある。こんなもののためにアイラ、バカだよ、バカだよあんた。私のしたことは間違いだったの？私のせいでたくさんの人が傷ついて血を流した。母さんや妹も、そしてとうとうあんたまで。私さえいなければ、悪夢は防げたのに。セーラ、エイチ、
せえな。決まったそうだな。お前の方こそ受験した大学全部滑ったそうじゃないか。なんだと？なんだよ。こうなら異種格闘技戦だ。俺たちと勝負しろ。望むところだ。大変大変、みんな大変。早見先輩が病院から消えちゃってるの。なんだって？そりゃ怪しいな。二人でどこかでよろしくやってるんじゃないですかね。うるさいわ。母さん、やっぱり伝説の清流選手はもう亡くなってた。でも私には母さんが残してくれた愛がある。母さんが守ってくれた命を大切にして、私は自分の道をまっすぐ歩いていくから。おい、そこの玲一、俺しばらくこの町離れようと思ってさ、いろいろ一人で考えたいこともあるし。みんなに挨拶ぐらいしてけばいいのに。お前だって黙って出てきたんだろ。私ああいうの苦手。しょうがねえな、お互い。でも私、この町でかけがえのない大切なもの手に入れてた。こんな私と一緒に戦ってくれる仲間。俺はお前と会って戦う勇気を教えてもらったよ。じゃあ元気で。もう会えないかもしれないけど。ロンググッバイってやつか。しみるな。じゃあ元気で。